死は偶然に起こるのではなく、約束によって起こります。ヘブル9章27節にこうあります。人は一度は死ぬことになっていると。それは年を取ってからとは限りません。永遠への境界線は先の方にあるのではなく、人生と並行してあります。死はいつか誰にでも関わってきます。若くても、年を取っていても、それはたった一歩前にあるのです。しかし、救いの友、一歩先のところにあります。イエスはその戸であり、今日は救いの日なのです。だから、キリストのもとに、一歩踏み出して、彼の名前を呼びましょう。あなたは、すぐに救われます。